皆さんこんにちは、トミックです。ということで今回ですねやってきてるのは福井市中央卸売市場というところに来てます。福井県でございますね。最近ね結構ね関西とか北海道とかちょこちょこね多かったんで日本海側の方行きたいなっていうことで福井をチョイスしました。福井の中央卸売市場皆さんに紹介して中にある飲食店も食べてお寿司屋さんとか海鮮丼とかどんなものがあるのかっていうのもね皆さんにお見せしたいのでぜひグッドボタンお願いします。福井市中央卸売市場、福井県福井市にある中央市場。福井駅から車で10分ほどで来れてアクセスはかなりいい方。駐車場は広くて台数も止められるんですが敷地が少し大きい上初見で入ると目的地よりだいぶ離れてしまうのが欠点かも。それが他の中央市場よりもちょい強め。そしてこの市場の面白いところは他の地方の中央市場のような山や田んぼの中にあるんじゃなくて市街地の中にあるということ。なので奥に見える100万ボルトとか新鮮ですね。ちなみにマップ的にあっちにスーツの青木的なお店があるらしい。そしてどうやらここは青果エリアみたいなので水産棟のところまで行きます。ここが水産エリア、通路でつながってるのが関連棟、いわば食堂エリアですね。むしろこっちの方が駐車場の止められる台数多めって感じですね。そして時間は10時なので水産は閉まってました。っていうか水産小さいですね。市場自体は大きいけど4分の3は青果に持っていかれてる感じ。福井の中央市場ってちょっと特殊と言いますか、面積自体は多分そこらの地方の中央卸売市場に比べたら小さいと思う。だけど成果がねすごいですね。ただ水産は今見せた通り全体の4分の1ぐらいしかないと、かなりちっちゃいですね、あの水産に関しては。で今10時なんで水産はもう閉まっちゃってるんですよ。でなんで今回10時にしたかっていうと、関連棟だから雑貨とか飲食があるところって9時とか10時からなんですよ。なんで多分水産と時間合わないので今回10時にしました。飲食店がある関連棟ですね、こう真向かいにあるんですよ。こっち側がねもうほぼ閉まってるんですよ。で多分和歌山と同じだと思います。和歌山の中央市場と同じで雑貨関係は多分7時とか8時に閉まっちゃって、でこっち側の飲食が結構ね盛んにやってるんですよ。見ていきましょう。こちらが関連棟。あれめっちゃにぎわってる。雑貨の他にもお惣菜、カニ、野菜、お花、飲食店。なんかいきなり小規模な観光市場みたいな感じになったね。福井マーケット。あーなるほど、時々中央市場に併設されてる一般客用のあれか。ただ営業時間は8時半から14時半と朝から昼くらいまでしかやってません。だから飲食が10時11時スタートなのか、納得。もちろん市場のお休みは水日祝日、これも全国共通。飲食店はこっちの入り口に固まってる感じですね。メニューをざっくり見てもまあ観光市場っぽいとは言ってもあくまで中央市場なので値段はかなり安いです。福井といえば聖子ガニ、値段はいや高くなったねそれとも観光客値段。もちろんパック詰めされた鮮魚も売ってました。正直見た感じそこらのスーパーで買うよりはお得かも。あととにかく魚町同様カニを推してるお店も多かったですね。関連棟を見たんですけど活気がすごいですね。和歌山の中央市場の関連棟を平成初期館にしたような感じですね。すごいねここはありだと思います。じゃあ早速ね1軒目食べます。1軒目はここにしましょう。ここめっちゃ並んでるんですよ。それだけ人気店なのかな。大人気海鮮丼、あえて口コミを見ずにこれ頼みます。よく出てるのって何ですか。うなぎと海鮮。ああ。まかない、じゃあまかないで。え、ガチとのうちに入ってまかないよね。まかないで。店内は老舗の定食屋さん。そしてこのお店に入るまで約1時間待ちました。過去一です。てかこの時間でここまで並ぶってすごいよな。まあ回転率的にもちょっとねって感じ。ちなみに隣に座ってたお客さんが俺の動画を見て市場巡りをしてるって聞いて嬉しかったです。最近そういう人多くて嬉しいんですよ。これがまかない丼1200円、漬物と味噌汁もついてきました。そして注意書きに鱗や小骨があるかもしれないので注意してくださいとありました。具沢山ですね。ネギトロの暴力、それだけじゃなく他のネタもだいぶ厚切り。ハマチ
サーモン、アジ、タイ、どれも厚切り、それゆえ噛みにくいところもあったりするんで、これは好みだと思う。でもこれが人気ということは、刺身の厚切り好き勢が多いということ。個人的にはもう少し薄くても美味しく食べられそう。米はちょっと分かりにくいけど、大根のつまも一緒にあるので、お米に関してはあんまり気にならないです。確かにこれで1200円はコスパ最強かも。だけどネタ厚切りなので、口コミだけでいくと、もしかしたら厚切り苦手な人は地獄です。1軒目食べ終わったんですけど、どうでしたか？味的にはね、美味しいか美味しくないかって言われたら普通でした。コスパのいい海鮮丼っていうのに食いつくと、苦手な人は多分きついかもしれない。でも好きな人はすごい好きなんで、行くのはありだと思いました。ということで2軒目行ってみましょう。2軒目はここにしましょう。チェーン店感が出てるところ、意外とこういうところって当たり外れでかいですよね。っていうか、魚町にあったな、同じロゴ。この撮影が魚町より前なので気づかなかったですけど、海鮮丼、写真は特上、値段はいくらするんだろう。これがメニューですね。海鮮丼は特上、上はウニやイクラが入ってるか入ってないかだけ。それでこれだけ値段が変わるからね。逆にウニやイクラが苦手な人はラッキーじゃん。波でだいたい1500円くらい。店内は綺麗な和食食堂って感じ。これが海鮮丼、見た感じ結構普通ですね。悪く言えば特徴がない。いや、カニ汁がついていることとか、あとひじきのふりかけがある。珍しいな、醤油かと思ったのに。ねえ、カニ汁のカニはなんだ。いや、草。いや、でも逆に飲みやすいということか。早速いただきましょう。ネタ自体は普通だけど、一軒目と違って程よい薄さにしてあって食べやすい。お米は白米だけど、冷ましてあって海鮮丼としては食べやすい。何より後でふりかけかけるようにしてもいいかも。ただ筋しかない身もあったので噛み切るのが大変でした。味噌汁は思ってたほどカニ感はなかったかな。ただ飲みやすくて美味しいです。あー、ふりかけ忘れた。これもありですね。海鮮丼自体はあれだけど、装備品が個性的だった。これで1500円はまあ1回だけ行くならあり。今回ね、2軒食べたんですけど、いかがでしたか？個性が強い海鮮丼っていうイメージです。ここはね、お寿司はないので、お寿司食べたい人は、ここはちょっとないので、気をつけましょう。これからもね、地方の市場巡りシリーズ、継続していくので、俺のモチベのために、グッドボタンとチャンネル登録、お願いします！ポチー。